にちは。今日も習慣化のお話をしていきます。レインテクニック最強の悪習慣強制法というテーマでやっていきます。これまでですね、多くの悪習慣対策っていうお話をしてきたんですけれども、今回は唯一の上級者テクニックをお伝えをしていきます。これまでやってきたテクニックの中でもものすごく手間はかかります、しかし効果は抜群ですよというものになります。でレインテクニックって言って何かっていうと、レイン RAIN っていう頭文字を取ってきたものなんですけれども、これは雨とは関係ないです。雨のレインとは関係ないの気にしなくて結構です。で目的を言って何かっていうと、自己コントロールができるようになっていくことになります。で例えば人は食べたい時に食べたりとか、愚痴を言いたい時に愚痴るというような形で、欲望と行動はセットだって結構思ってるんですね。つまりこういうことがやりたいっていうのと、実際にそれをやるっていうことは、これはセットだと仕方ないと。でそこに悪習慣をやめる難しさっていうのがあるんですよね。もうタバコが吸いたい、吸う、酒が飲みたい、飲む、甘いものが食べたい、食べるっていうのがもう全部セットになってしまうと。ところがレインテクニックを身につけることができれば、欲望と行動っていうのは切り離せますよっていう結果を得ることができるということになります。でいろいろごちゃごちゃ言わずに、もう早速ですね、レインテクニックの中身をご紹介をしていきたいというふうに思います。まずはですね、レインテクニックの R はレコガナイズ、認識というところです。タバコに手を伸ばしてしまった時とか、スマホを手に取った時なんかに、自分がしようとしていることに気がついて、それを言葉に出してみるっていうことです。これは以前も紹介したビジラントモニタリングっていうところでは、スマホを手に取った時に、なんでスマホを手に取った、今何がしたいの、結局それは今必要なのっていうことを自問自答したんですけど、今回はシンプルにその手に取ったっていう行動だけを実況してみるんですよ。今自分はスマホを手に取っているっていう風に言うだけでいいと。で自分がしようとしていることをただ観察して口に出してみるっていうことが大事ですね。口から出すじゃないですよ、口に出してみるですよ。口から出したらちょっと汚いですからね、口に出してみるっていうことが大事です。でこれはポイントとして、別にスマホを手に取っちゃいけないですよとかっていう風にコントロールするわけではないので注意してください。まずは自分が普段やってしまっている悪習慣っていうのが一体何なのか、通常それを口に出してみるっていうのを、認識するというところがスタートになります。で続いて A はアクセプト、需要、受け入れるっていうことですね。自分の中に欲求があるっていうことを認めましょうということです。今自分は至福の一杯を飲みたいと思っているとか、スマホでゲームをしたいと思ってるみたいなことをこう感じていることっていうのをしっかりと受け入れましょうということです。やっちゃいけないっていうふうに考えると、何度も何度も言ってるんですけど、頭の中にそのことがこびりついてしまって、で反動が起こってついつい飲みまくってしまったりとか、もう気がついたら日が暮れるまでゲームをしてしまったっていうことが起こってしまうんですよね。だからもうこういうことを、酒飲みたいって思うよねとか、スマホでゲーム、わかるわかるっていう風に、もうそれらを受け入れるくらいの余裕を持ってしまいましょうっていうことです。もう酒飲みたいの、もういらっしゃいませ、ゲームしたいの、もういらっしゃいませっていう風に、ファイナルファンタジー7のもうザックスかのようにもう受け入れてしまいましょうということです。で続いて I がインベスティゲートっていうことで、調査です。でこれは自分の受け入れた、今まさにいらっしゃいませって迎え入れた欲求に対して調べてみるんですよ。どういうことかというと、自分はこの酒を飲みたいとかタバコを吸いたいとかっていう欲望に対してどんな反応を示しているんだろうと。体や心の状態はどう、ワクワクしてる、ちょっとムカムカしてるっていう感じですね。でそれから表情は、飲んでいる時幸せそうな顔してるのかなとか、なんか険しい表情してタバコ吸ってますとか、それから実際に何をしたと、その欲望に対して本当に飲んじゃったの、吸っちゃったのっていうのを調べてみるということです。だから自分の欲望に対して興味を持って眺めてみましょうと、自分の行動とか心の状態とか表情とかっていうのをしっかりと眺めてみましょうということです。でそれが何で起こり得ているのかなっていうところまで調査 していけるとバッチシです。で最後、ノート、言語化するです。
で欲望を最後言葉に出してみましょうということなんですね。で欲望に、まあ、欲求に負けそうになった時に今こういう欲求を持っていてこういうことをしたいと思っているっていうことを言葉に出してみていただきたいんですね。でそれって結構めんどくさいんですよね。例えばお酒が目の前にあってそれを飲みたいと思っているっていう言葉に出すちょっとめんどくさいんで、まあちょっと自分の好きなキャラクターの名言っぽくかっこよく言ってみたりすると、まあ、ちょっとノリノリでできたりするんで、それをぜひやってみていただけたらと思うんですけれども、まあ、例えば私は今美女が入り乱れるワンシーンを渇望している、性欲まみれでしょ僕のね体の構造というかね欲の構造っていうのも遊び子、ね、もうエロス4で、寝るが 0.9 の残り 0.1 くらいの感じなんでねまあそれはどうでもいいですね。でこういったことってものすごくくだらなく感じるんですけど結局言語化することによって欲求っていうのは最終的にコントロールすることができるようになってくるんですよ。で脳科学的に見ていくと言語化できる人ほど感情をコントロールするための扁桃体の活動っていうのを抑えるのが上手っていう結果が出てるんですね。だからうまく言葉で喋ることができる人ほど自分の感情をしっかりとコントロールができていて欲求もコントロールできるからいざタバコを吸いたくなってしまった時とかお酒を飲みたい時とかっていうのにこれは今必要なことなのか必要じゃないよねっていうことが自分で実況できるようになるということになります。これが、レインテクニックですね。まあ、ただ注意してほしいのが名言っぽく普通に独り言と喋るだけだったら大して周りは気にしないんですけどなんか名言っぽくちょっとカッコつけて言ったりとかしたらたまたまそのシーンを見たお母さんとかがあんた頭大丈夫っていう風に言われてしまう可能性ありますんでちょっと周りの環境も意識しながらやってみていただけたらという風に思います。これがレインテクニック R レコガナイズ A アクセプト、それから I インベスティゲート N ノートということですね。でやってみていただけたらと思います。で大事なのはこれ全体通して自分の感情っていうのを否定はしないでください。否定をしてしまうとその反動でいつも以上にやってしまうその悪習慣が押し寄せてきてしまう結果になります。ですから言語化することによっていらっしゃいませと受け入れて欲望の正体っていうのを突き詰めて調査していきましょうということです。でなかなかちょっと言葉に出すのが難しいなっていう方に関してはぜひ紙に書くっていうのもありなので紙に書くという方法で試してみていただけたらと思います。まあ、そうすることによって欲望の正体を突き止めてこういうことなんだろうとじゃあやらないっていう風に行動と欲望っていうのをもう切り離してしまって悪習慣を断っていこうというのがレインテクニックの最終的な目標になります。でこういう話をしているとですね中にそこまで面倒くさいことして悪習慣を断ち切っていかないといけないのっていうことを言われたりするんですけどやってくださいということをまず結論言います。だってやめたいんでしょと、やめたいのに楽してできる方法があるわけないでしょということです。今まで惰性的でずっと何の対策も打たずにやってきたのにそれが突如やめれるんだったらそんな苦労することはないと。だから最終的に根こそぎ排除していくためにはこういったテクニックっていうものを使って立っていきましょうというのが大事になりますね。時々タバコをやめるためになんか、ね、薬飲んだりとかパッチ貼るんですかっていうのをやったりとかそれからお酒を飲まないために通院するってそういうことをするくらいだったら自分でできるテクニックしっかりと使ってやる方がどれだけ楽かっていうこととその天秤にかけたら分かるじゃないですか。もうその結論なんかも分かりきってることなのでぜひですねこういったレインテクニックとかこれまでに紹介してきたビジラントモニタリングといったようなそれからディストラクションとかそれから刺激コントロールといった悪習慣を断つための方法っていうのをぜひ試してみていただけたら幸いです。ということで明日はいよいよ最後悪習慣立っていくための話になります。ものすごくシンプルです。今日は上級者編をお伝えしていったんですけれどももう中級者でも初級者でもなくもう初心者編のお話をして習慣化のお話を最後終わっていこうというふうに思います。それが明日の皆さんへのクリスマスプレゼントというところになります。ということで本日の動画も以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さらば。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。